地において防災用緑地の機能災害時避難場所の確保あるいは震災復興のシンボルなどを目的として設置された公園である関東大震災阪神淡路大震災東日本大震災などの後に整備された震災復興公園としては関東大震災後のものを指すことが多い 墨田公園の平面図対象12年の関東大震災による被害状況を受けて帝都復興委員総裁となった後藤新平を中心とする政府主導で計画された震災復興再開発事業は東京市の防災都市化にその主眼を置いていた特に地震によって発生した火災による被害は甚大であり炎症を食い止める 防火帯の設置が重要な課題となった。昭和通りなどの福音の広い幹線道路の建設と、並んで、公園の確保に重点が置かれ、復興局公園課の折下吉野村により、東京に三大公園が設置された。中でも墨田公園は、近世以来の名所であった桜堤と、旧三戸藩邸の日本庭園を取り込み、和洋折衷の大規模な公園となった。 三大公園には含まないが、昭和5年に完成した横網町公園には、関東大震災の身元不明遺骨を収める、震災記念堂と復興事業に関する資料を保存、展示する復興記念館が建設され、メモリアルパークの役割を果たしている。また、石田清氏率いる東京市公園課は、小学校を不燃化、耐震化された鉄筋コンクリートの校舎にして、 小公園を併設させることにより、防火隊と避難施設の役割を持たせようとした。これにより、小学校とセットになった小公園が東京市内52カ所に設置され、各地域における防災都市としてのシンボルとした。小公園は、隣接する小学校の校庭を兼ねるとともに、地域コミュニティの中心的存在となっていく。 いずれも、ドイツや北欧の公園を参考に設計され、庭園風の趣ある近代的な公園であった。現在の公園は、戦後の改修で、体育館が設置されるなど、開園当時の面影はほとんど失われており、門中などにかろうじて当時の遺構を残すのみとなっている。特に、墨田公園の墨田区側には、首都高速道路が開通し、 桜並木の情緒を半減させている。当初は、消失区域のすべての小学校区に公園を隣接させようとしたが、半数に届かない52カ所に止まった。小公園の建設、設計理念は以下のようなものであった。震災後、欧米を視察した石田清は、近代的、合理的な態度で設計に臨み、小公園のあるべき姿を、 新しい様式として示した。しかし戦後、小公園の管理が東京都から特別区へ移管されると、世相の変化とともに相次いで改修が行われた。多くの小公園がプレースカルプチャーが所狭しと並ぶ児童公園という位置づけとなり、いつの間にか小学校とも隔離された存在となってしまった。教育と公園は、 行政の中で、それぞれ独立した存在となり、学校公園の考え方は忘れ去られてしまっている。52小公園の現存状況については、かなりの数の公園が、消滅や、縮小の浮き目にあっており、名称のみで完成当時の姿を完全に残すものは、一つもない。京橋公園のコンクリート製滑り台や、元加賀公園の壁線付けろ床など一部の、 造形物が残るのみである。文京区本郷にある元町公園は昭和57年に伊藤国江によって原型に忠実な改修が行われ、大塚公園とともに当時の設計思想を現在に伝える小公園となっている。復元されたモダンなデザインの洋壁や壁線、太い円柱が印象的なパーゴラ、左右対称の二連式滑り台などは、 いずれも小公園の特徴的な様式である。隣接する元町小学校は平成10年に本郷小学校との統合化により廃校となっていたが、復興事業の一環として震災復興公園の中でも重要視され、要望書が相次ぎ、その結果日本の歴史公園100選に選定され、都市計画審議会を経て、 慎重な手続きが取られ、2015年、元町公園の保全及び旧元町小学校の有効活用検討会議を設置。文京区では、旧元町小学校及び元町公園について、歴史性、防災性、町並みや景観及び公共性等に配慮し、保全と有効活用を図ることとし、旧元町小学校の保全、 有効活用整備方針に基づき、旧元町小学校の整備や元町公園との一体的な活用について事業者を公募している。神戸港震災メモリアルパークや神戸震災復興記念公園が整備された。津波の被害を受けた沿岸部を中心に公園の整備が行われている。ありがとうございます。